ラファエル・デバース・カルカーニョは、ドミニカ共和国サンチェス・ラミレス州出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のボストン・レトソックス所属。相性はラフィビッグ・スティック、カルリータ。マイアミ・マーリンズ所属のホセ・デバースは重低である。2013年、アマチュア・フリーエージェントランキング6位に選ばれ、8月に、ボストン・レトソックスとアマチュア・フリーエージェント契約を、結ぶ。 2014年、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグレッドソックスで、プロデビュー。ルーキー級、ガルフコーストリーグレッドソックスでもプレーし、2球団合計で70試合に出場して打率。322、7本塁打、57打点、5盗塁を記録した。2015年は、A 級、グリーンビルドライブでプレーし、115試合に出場して、打率。 288、11本塁打、70打点、3盗塁を記録した。この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。2016年は、AQ セーラムレッドソックスでプレーし、132試合に出場して打率。282、11本塁打、71打点、18盗塁を記録した。二千十七年は、 シーズン開幕前に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは17位、レッドソックスの組織内では2位にランクインした。シーズンでは開幕を AA 級ポートランドシードックスで迎えた後、AA 級ポータケットレッドソックスへ昇格。6月29日にオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。7月24日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。翌25日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビューを果たすと26日のドカードでは相手先発のアンドリュー・ムーアからメジャー初アンダにして初本塁打を放った。8月13日のニューヨーク・ヤンキース戦ではアロルディス・チャップマンの102.8マイルパーアワーの投球を本塁打にし、これは 現在の急速計測方法が行われ始めた2008年以降で本塁打になった最速の球だった。最終的に58試合に出場して打率284、10本塁打30打点を記録した。守備は56試合で3塁を守り防御率906だった。ポストシーズンのオールズでは第3戦にレッドソックス史上最年少で ポストシーズンの本塁打を打った。第4戦では、ランニング本塁打を放ち、それを打った、MLB 史上最年少の選手になった。2018年4月18日の、ロサンゼルス・エンゼルス戦で、タイラー・スカックスから、自身初の満塁本塁打を放つ。また6月30日には、ヤンキース戦で、ソニー・グレイから自身2度目の満塁本塁打を放った。7月12日に、 左肩の炎症で故障者リストに入る。7月21日に復帰したが、29日に左筋断裂により再び故障者リスト入りした。8月8日に復帰し、トロントブルージェイズ戦で本塁打を打った。しかし、8月17日にまた左筋断裂により、故障者リストに入る。八月十九日にリハビリをするために、トリプル A 級ポータケットに降格し、 9月4日にメジャーに復帰した。9月26日には小打数の4安打でに本塁打を打ち6打点を記録する。レギュラーシーズンでは、肖像類種として121試合に出場し打率、240、21本塁打、66打点を残した。守備面ではリーグ最多の24失策を犯した。ポストシーズンでは、 オールズ第5戦では6回に勝ち越し3点本塁打を打ちチームをワールドシリーズへ導いた。ワールドシリーズ第4戦ではサヨナラアンダを放ち1997年のワールドシリーズ第7戦でのエドガー・レンテリア以来となるワールドシリーズでの9回裏にサヨナラアンダを打った最年少打者になった。ポストシーズンでの打点と守備の手腕はチームを勝利に導いた。 5試合目にも勝利し、自身初のワールドシリーズ優勝を経験した。2019年は5月にプレイヤー・オブ・ザ・マンスを獲得した。8月13日のクリーブランド・インディアンス戦で4に、ルイダを含む6アンダを記録し、プレイヤー・オブ・ザ・ウィークに選出された。9月21日のタンパベーレーズ戦で31号本塁打を放ち、三塁手の球団記録を更新した。 同29日のシーズン最終戦で、シーズン200安打に到達した。最終的に156試合で打率。311、32本塁打、115打点、オプス、916を記録し、54二塁打はアメリカンリーグトップだった。守備面ではリーグ最多の22失策失策を期した。2020年は、 新型コロナウイルスの影響で60試合に短縮される。57試合の出場で打率。263、11本塁打、43打点だった。2021年は前半戦を22本塁打、オプス913で折り返し、自身初となるファン投票で、オールスターゲームに選出された。また、チームメイトで、三遊間を組むザンダーボガッツもファン投票で、 選出されており、同じチームの三遊間が揃ってファン投票でオールスターゲームに選出されたのは2011年のヤンキースのデレクジーターとアレックス・ロドリゲス以来だった。オールスターゲーム前日の7月12日に5番三塁手で先発出場することが発表された。7月24日のヤンキース戦で通算100本塁打を記録した。 最終的に156試合の出場で打率279、38本塁打、113打点、オプス890を記録した。ありがとうございます。